ようこそスバル王国の皆様。ゆっくり霊夢ちゃんです。スバルの新車中古車をついつい漁ってしまうゆっくりマリサだぜ。どうマリサ。スバルの新車と中古車選びでこれだけはやっとけってものを。今回の動画のネタはスバル車選びの方法ってことかまんじゅう霊夢。バカね、メタなこと言わないでよ。いつも通りの前振りなんだから付き合いなさいよ。そろそろ、視聴者さんもこの前振り飽きてきてると思うが、ボキャ品のうぷ主ではこれが限界。それで、スバルの新車と中古車選びの時に、まあ損しない方法とかそんな感じのことだろ？そうそう。特にこれからスバル車を初めて購入したいと考えてる人とかにアドバイスを。そうだな。そしたらうぷ主の意見じゃ信憑性のかけらもないからスバリスト44人に聞いた。スバル車の選び方について、見ていこうじゃないか。やったー。いつもと変わらない視聴者様頼りの企画動画。黙らっしゃい。というわけで今回は、危険、スバルの新車、中古車選びの注意方法をスバリストが教えるゆっくり解説。を紹介するぜ。普段から、コミュニティの部分でアンケート等してるので、ぜひご参加いただけると嬉しいわ。それと、面白かったら高評価ボタンやチャンネル登録で応援よろしくだぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。まずはじめに、44ものコメント本当にありがとうございます。全部は紹介しきれないので、被ってるような内容は組み合わさせてもらったぜ。今回も一気にコメント紹介をするのかしら？いや、いろいろな意見があったからある程度カテゴリー分けさせてもらった。アプライドの話、販売店の話、新車、中古車の話、納車後の整備について、気持ちの問題、盗難対策、その他、ざっくりだが、7つに分けて紹介をする。長くなりそうだから、皆さんも気長に聞いてスバル車選びの参考にしてみてね。自分が思う意見も、ぜひコメントくれると、みんなの参考になるのでよろしくだぜ。最初に断っておくが、スバルの選び方といっても、どのメーカーでも共通する話になるので、その点を踏まえて、ご視聴いただけると幸いだ。かしこまり。そりゃそうよね、スバルだから特別ってのは少ないだろうし。それじゃあまず、アプライドの話から。アプライドってあまり聞き慣れない言葉だけどどういう意味なのかしら？スバルの車では年次改良をされるのがほとんどで、例えば最初がアプライド A 型。次の年に改良されたモデルをアプライド B 型って呼んでいくんだ。F 型や G 型ってのもあるな。なるほど、それぞれで微妙に違ったりしそうね。それではコメントを見ていこう。GC8 乗ってた頃 WRC のおかげで毎年マイナーチェンジがあり初期型より後から出た方が性能が改善されて良くなってる。同じ型でもバージョン違うだけでパーツ流用できなかったりと買う時期。間違えるととんでもないことになることもある。新型にすぐ飛びつくと後悔する場合もある。中古の場合、少し古めのスバル車は塗装が弱い。ってのはよく言われたから。塗装状態も見ておいた方が良いかも。クリア層に違和感や痛みの出てる車両は、間違いなく長く持たずに塗装がひどいことになる。長く綺麗に乗るなら最初から再塗装は視野に。アプライド A はいろいろあるからね。あえて一つ前のモデルの新車を買うのが一番、いいかもしれない値引きも期待できるし。ちなみに自分の VAB はアプライド A でパッキン。とかビビリオンとか細かいのがいろいろあった。EJ20 最終型試乗したけど、自分のより質感が、ものすごく向上してた。どのモデルも、アプライド A 型は初期不良が高確率で出るので新車で買うなら覚悟がいるよ。スバルは特に顕著な気がします。トラブルシューティングの終わったモデル末期が良い。できれば生産終了後5年後ぐらいを中古でお得に買おう。車好きなら新車を買うな。これが私の持論ですわな。資金に余裕があることは、とても大事。毎年マイナーチェンジでウィークマイナーがあるとまたそこから改良しても繰り返しなので。一番いいのは間違いなく最終型。確かに、スバルの初期型はいろいろと不具合が出やすいから気をつけろって言われるわね。多分、ここら辺はスバル好きなら共通認識で持ってることなんだろうな。それ以外にも、C 型や D 型くらいが一番安定してるって話も聞いたことがある。ここら辺、いろいろと持論持ってる人がいると思うので、コメントで書き書きしといてね。さて、お次は販売店の話になるぜ。え？車なんてどこで買っても同じなんじゃないの？特に新車なんてどこの販売店でもいいような。実は、先々のことを考えるとここら辺も重要になってくるんだぜ。想像がつかない重要性が。それじゃあ、寄せられたコメントを見ていこう。ディーラーでも店舗によって当たり外れが大きい。店舗が大きいからと言っていいかと思えばそうでもない。最終的には店でなくてこの人からなら買っても良いと思えないと後悔する。営業マンのレスポンスの速さ。経験談ですが、自分は某大手中古車メーカーのスバル車専門店にて VAB を取り寄せ購入しました。他店舗からの取り寄せ購入だったので、実車確認はできず写真のみだったのが悪かった。写真にはドアに少し傷がついてる程度の用品と書いてあったので購入したのに、いざ納車されてみたら、左前のホイールに半周分ほどがり傷が、早速こんな写真載せてなかったよね、と問い詰めたら、うち、右側からしか写真撮らないんで、とか抜かしやがりました。
なので支店長に対応してもらったら、リペアでどうでしょうかと、アホしかいませんでした。結局交換になったのですが、問題はそこだけじゃなかった。他にもエアコンダクトの破損、シガーソケットのヒューズ切れ、ガラスの内側に油膜ベタベタ。本当に整備したんかこれってくらい問題が出るわ出るわ。もう二度と使わないと決めました。新車で VAB を購入しましたが、こちらの理想を組んでもらえず装備もどんどん豪華な方を進めてくるので、見積もり出してもらって別店舗へ。そこでこうして欲しいと相談するとすんなり要望通って、即ハンコでした。お仕事でも友達でもこういう購入の場でも共通するところかと思いますが、フィーリング合う担当に合うまでお店回るのも良いかもですね。強烈すぎる体験だわね。お店選びで失敗すると、ほんとこうなるな。まあこれはスバルあんまり関係ないけどな。今後も付き合っていくのなら、そのディーラーの社員のレスポンスの速さも大事よね。結構、ディーラーの営業マンとのいざこざって聞くからな。信頼できるところがいいよな。さて、お次は新車と中古車そのものの話。やっと本題感はあるけれどもね。とはいうものの、他の話もスバルの車を買う上で大事になってくるからな。それでは早速コメントを見ていこう。中古だと整備履歴が結構大事だと思ってます。友人がインプレッサ買って3ヶ月で漏れたって、言ってた。やっぱり大事なのかなと。オイル漏れはスバルの事業。中古だとスバル系列のディーラーから買うのが一番だと思う。整備などしっかりやって納車、されますよ。整備記録簿の情報をしっかり確認ですね。飛び石で塗装に傷がついていたことがありました。タッチアップされていたので購入時は気づきませんでした。舐め回すように確認することをお勧めします。基本的に中古は状態がいいものは少ないので、交換修理前提で予算など備えるべし。ゴム系の劣化、錆はしっかり把握すべき。最も大事なのは前オーナーの使い方。ディーラーなどでしっかり整備してたらグッド。素性の知れない車体は覚悟して買うならご自由に。車種によるが、フロントドライブシャフトのブーツが破けやすいものがあるのでそこを注意することがあるかな。物によっては10万キロくらいで交換したこともある。WRX 系や DRZ などの車両であれば足回り関係でしようか。負荷の高い走りをしていた可能性が容易に考えられますね。昔フォレスター SG5 のマニュアル中古車で車外車高調入ってたこともあり一目惚れで即決。その車高調が実はパッキン不良からオイル漏れしていることに気がつかず納車。その後1週間もせずオイルなし状態になっていてスカスカな足回りになった経験があります。他は雪国での購入比率高めなので車両裏側の状態を確認することをお勧めします。エンカルによる錆などはもちろんですが、わだち難度で結構することが多いと思うので。コメントが大ボリュームね。この項目が一番コメントが多かったからな。これらは確かにスバル車に限らず、どのメーカーでも共通するかもしれないけれど、現車はちゃんと確認した方がいいわね。特に雪国の場合は。そうだな、雪国は冬になるとエンカルパーリーになるから、ちゃんとケアしてないと下回りが、すごいことになってる車も多いからな。そう考えると、なるべく雪国で使われてない車にした方が無難なのかしらね。それを踏まえて、現車確認が大事なんだろう。さて、お次は納車後の整備についてになる。納車して終わりじゃないの。その後のアフターケアや整備のこともあるからな。そこら辺も考えないと。ということでコメントを見ていこう。ディーラー以外で購入する場合、近くにスバル車整備が得意な整備工場があるか調べておくと良い。ディーラーで購入するなら、必須でメンテナンスガレージも合わせて探しましょう。と、スバル所有経験者27年より、定期点検、整備は必ずディーラーでやった方がいいですね。もしかしたら悪くなった部品等の、交換の見積もりを出してくれることがあるから実際にあった話だけど。少なくともスバル車に詳しい整備工場等を見つけておくことに損はなさそうね。まあ理想はディーラー整備かもしれないが、やんちゃな車に仕上げたい人は多分入庫拒否されると思うから、スバル車に詳しい整備工場を探しておいた方がいいかもしれないな。お次は気持ちの問題のコメントだ。時間も押してるからどんどんここからは紹介する。時間配分ちゃんとしなさいよダメ編集部主。コメントはこちら。たとえ新車であっても円数な感覚で、どうしても欲しいレトロ会社と同じと思えかな。とてつもなく楽しい走りを与えてくれるけど、いつ壊れても笑って直せよ、的な。そのまま盗難対策のコメントも。WRX 系は盗難対策が全てと言っていいかもしれないですね。一部車種は盗難対策にセキュリティを導入すべし。金がなければ車内で寝るんや GTA を。壊れたら笑って直せ。特にスバル沼にはまるとそういう人が多い気がするわね。特に中古であればなおさらだな。また、最近話題になっているが盗難についても注意だ。以前、こちらの動画で盗難対策の話をしたが、最近また増えてる気がするから注意だな。そしてお次はその他のコメントで最後だ。新車、中古車、スバルに限らず自制心。乗りたい車の情報を集め見積もりだけのつもりが。なんか大人るなーって思ってもムシムシ。納期が遅いです。
そわそわしても変な挙動を取らないよう気をつけましょう。スバル沼に気をつけろ。プラグ交換工賃がバカ高い。ディーラーで2万超える。 VAD 水平対向エンジンの宿命燃費、そんなことならどこかに置いてきましたね。あまり関係なくて草。関係ないコメントでもいただけるだけで嬉しいぜ。さて、これが本当に最後だが、一番気に入ったコメントを紹介して終わりにする。まずは下回り。下回りを見せてくれないところは信用できません。サビやすった後、ぶつけた後、などがないか細かく見てください。もし大きな修理がされている車ですと、新しい部位では色が違うはず。きっちり直されているかどうかを見てください。エンジンオイルフィラーキャップとラジエーター。キャップを開けてください。手は汚れますが、キャップの裏についているオイルや冷却水を指で触ってもらって、ヘドロの付着がないことを確かめてください。エンジンルーム内も隅々まで見てください。オイル地味、ストラット周りやバルクヘッド周りのサビがないか、ラジエーターホースなどの、ゴムホースが柔らかいことを確かめる。硬くなってしまっていたりヒビが入っている車には要注意。他の色々なパーツが劣化しています。ラジエータータンクも樹脂製ですと劣化しているかどうかが一目でわかります。外装はゴムモールの劣化を確認。内装は内装がベタついてしまっているものは補修が大変です。めっちゃ細かいコメント感謝しかない。コメント主さん的にはまだまだあるっぽいが、とりあえずここら辺は注意して購入した方がいいみたいだな。ぜひ、皆様が思うスバル車の購入の仕方をコメントで教えてね。他にもスバリストに聞いたシリーズはたくさんあるので、他の動画も見てくれると嬉しい。基本的に、YouTube のコミュニティで動画企画のアンケート等を行っておりますが、画像や動画を使った企画については、Twitter を中心に募集しておりますのでそちらも覗いて、いただけると幸いです。動画の概要欄にリンクを載せておりますのでそちらからフォローよろです。また、企画等の募集もやっておりますので、コメントいただけると嬉しいわ。ついでに面白かったら高評価、まだの人はチャンネル登録もよろしく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。